はい、皆さんこんにちは。星空の招待席の時間がやってまいりました。本日一人で話しますということでございましてですね、ついにアメリカに帰ってきてから随分いろいろ、もう時間が経ちました。それでもですね、おっと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 今ね、タイマーをちょっと飛ばしちゃいそうになりましたが、まあそうは言ってもですね、まだ体が慣れませんで、2週間経とうが3週間経とうが、まあ2ヶ月間日本にいると、結構大変なんですよ。ただまあそんなことは気にせずですね、今日も、私今度一人で少し難しめというわけではないんですけどね、いろいろ話したいことがあるのでそれを言ってみたいと思います。結構面白い話題がありましてね、今回ですね、関係ないですけど、チリで地震があったんですね。あんまり関係ないですけどね、実は土星かな、木星の衛星上でちょっと面白いことがあったんで、この記事を行きたいんですが、今ちょっと探してましたね。適当に見つかったら行ってみたいと思います。なんかガニメデになんかちょっと面白いことがあったということで行ってみましょう。それでは星空の招待席よろしくどうぞです。はい、最近ですね、他にもたまになんですけど、ミクシーにね面白い記事が載ったりするんですよ。でそれを見てね、海外のミクシーの記事とかいうところを見て、私が、なんか新しいものを探すなんてこともあります。ただこのミクシーの記事ってのはどんどん流れていくので、果たして、あったこれだ、土星の衛星ね、エンケドラス、星全体が海に覆われていると NASA の、探査機の観測で判明したって、この記事がねたまたまミクシーに載ってたんでちょっと話してみましょう。はい、米国宇宙局 NASA は9月15日、土星の衛星エンケドラスは、衛星表面の水の下に広がる海が星全体を覆っていることが分かったと発表したと。エンケラドスの、海には、地球生命が誕生した環境として有力されている、これは熱水環境があることが分かっていると。熱水環境というのは熱が出ているわけですね。簡単に言えば、地球外生命の存在も期待が高まるということなんですよ。でこのエンケラドスというのはもう相当寒いね、いわゆる木星の衛星なんですから、それでもねこうやってね生命の可能性があるというところあたりが、生命の奥深さっていうところをやっぱ痛感する感じですよね。はい、エンケラドスは直径500キロほどの、氷惑星、内部には液体の海が広がり、氷の割れ目を通じて、水が宇宙に吹き出ていることが明らかになっていると。ただ海がどの程度の広がりなのかは分かっていなかったということです。これ海ということはね、どういうことだって H2O の海ということなんですよ。まあ、塩を組んでるかどうかってことは別にしましてもね、とにかく少なくともこれは水があるということなんですね。土星探査衛星カッシーニが観測した7年以上のデータを分析したところ、エンケラドスにはわずかに揺れながら土星の周りを公転していることが分かったと。岩石による中心部と表面が、強固に結びているなら見られないほどの揺れであり、中心部と、氷の表面は星全体に広がった海によって隔てられているというふうに結論したということで、隔てるんですね、これね。なぜエンケラドスの海が完全に凍結せずに液体のままでいられるかは謎だという、土星の、これ超小現象で、土星か木星じゃなくてね、で発生するエンケラドス内部の熱が従来考えたものよりずっと大きい可能性があるという、土星も近いということですから、これが影響するということですかね。あと木星でしょうね。エンケラドスについては宇宙に吹き出した、水の成分から地球の海底で見られる熱水噴射光と同様の熱水噴、環境があることが分かっていると。熱水噴出出口、ごめんなさい、ちょっと喉が欲しくなりました。地球生命が誕生した環境として本命視されており、エンケラドスの広がる巨大な海にも生命が存在するかもしれない。これ結構マジモノですね。果たしてどの程度マジモノかっていうこともちょっと私も言えないんですけども、なかなかすごい記事じゃないですか。この地球外生命が可能性があるのがタイタンとかね、特にチタンだけではなくて、こういうふうな形になるということですね。はい、それ以外の、ね、記事も言ってみましょう。いろんなのがあるんですけどね、私ね、このね銀河系のね、遠い話だとあまりにも難しいので、いろいろあるんですが、少しですね、そうだな、太陽系内の話か、または地球に近い、星の話を少ししてみたいと思いますね。1個ありました。はい、冥王星フライバーからね、2ヶ月も経ちましてね、ホライズンから本格的なデータも来たっていうことなんで、これね、なんていうんですかね、もう本当に冥王星が月のように分かってきてるんですよ。正確に言うと火星のように言った方がいいかな。それぐらい近いところですからね。これはもちろんデータの容量、普通考えてください。ね、変なところに行って、例えばデータをね、転送しようとしたって遅いから時間かかるじゃないですか。ね、マジでは冥王星の向こう側ですよ。そこからデータを送ってくるんだから、これはデータの速度遅いですよね。そういうことも含めて、この冥王星の様子っていうのもね、写真がすごいいいのが出てるので、皆さんネットでね、はい、調べてみてくるといいかなと思っております。冥王星ね、ここに関してはね、あまり記事読んでてもしょうがないので、いい画像がどんどん来たということでしょうかね。はい、もう一個ありました。
生命がいなくても酸素が豊富な地球型惑星は存在しうるということですね。でこれはちょっと異論があるので私でちょっとねやりたいと思います。太陽系外の惑星に酸素が検出されればそこに生命がいると期待されていると。しかし、酸化チタンの反応で酸素が発生すれば生命がいなくても豊富な酸素大気を持つ、地球型惑星が存在しうることが理論的に明らかにされたということですね。はい、文句ありますか。まあ、行きましょう。宇宙における生命探し、ね、これは宇宙生物学アストロバイオロジーっていうんですけど、は天文学だけではなく幅広い科学全般において、現在非常に注目されている研究分野があるということです。これまでのところ太陽系内には地球以外かなに確たる生命活動は知られていないですね、まだね。太陽系はすでに2000小物系外惑星、太陽系外ですね、が発見されており、その中には、組織や温度環境が地球に似たものも見つかっているので、生命の発見も期待されているところだということですね。こうした太陽系外惑星に生命活動があるかどうか推測する方法の一つ、ね、これを言うと、酸素の存在を調べるというものがあると。はい、惑星の大気に酸素が検出されば、それを生み出す生命が必ずいるはずだという考えから、酸素をバイオマーカーというのかな、生命活動の目印として、生命調査を行うのだと。しかし非生物的な環境でも酸素が発生するので、その影響も見積もる必要があると。まあそれは当たり前のことですけど、アストロバイオロジーセンターの、成田さんという人ねが、分子環境上の正岡さんらの共同研究グループは、太陽系の地球型惑星や衛星などにも豊富に存在している酸化チタンの、まあなんだかな。高倍、触媒反応によって非生物的に酸素化することを、着目して研究を行ったってことなんですよ。まあこれでまあいいかガラ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 来るんですけど、まあ一つねちょっとねはっきり言いたいことがあるんですけど、酸化チタンの酸化ってどうできるんでしょうかね。はい、ここまず問題ですね。チタンっていうもの自体は当然変な話ですけど、もうチタンという一つの単一のまあ、あの鉱物ですよね、まあ、金属であったりするわけですね、磁性体のすごいね。ところがこのチタンが酸化してるから酸化チタンでしょ。なんで酸化するんですか、ね、火星なんかにももちろん変だし酸素、まあ、酸化物がいっぱいありますよね。ということは、酸素というのは非常に結合力が強いわけだから、いろんなものと結合するわけじゃないですか、ね、鉄が錆びるのもそうですね、みんなね。とにかくそういう形を考えた時、どうだって何だって錆びるわけで、酸素を供給して消費していくわけですよ。だから、もともとあるのはそれが分解して、もちろんあの還元作用で酸素が出ることは確かにあるとは思います。めったにないでしょうけどね。だけどその前にその結合した酸化しやすい、還元より酸化の方がしやすい酸素はどこにあったんでしょうか。ここね勘違いしてますよね、いろんなことね、うん、でいろんな理由があります、ね、だけどその酸素の元々の原子があって酸素の分子があの存在すると、それを考えた時にこの仮説ってさなんか無理じゃない。だからまあそういう可能性もあるよってことで、別にあの発見してらそうだって、これ日本人あんまりかっこよくないなっていう感じがしましたね。はい、だから生命がいなくても酸素が存在するのがあるでしょうね。だけどそれとこれと関係ないし、うん、まあ例えばそのバイオあのなんていうのマークっていう、酸素があると生物の可能性があるというのは実際にこれ実際に相当言えてることなんで。ただそれも酸素を供給することによって、今 20% から 25% ぐらい、またはね恐竜時代には 30% と言われた酸素量、これによって人間の体とか生物の体は呼吸できるようになってるわけじゃないですか、ね、これが酸素がもっと濃度が濃いとやっぱ生物生きていけないんですよ、逆に言うとね。で酸素が薄いと薄いで問題があるでしょうし、でも酸素がほとんどなくて薄くても他の物質で、例えば有名なのヘリウムでも何でも他のもので、例えば血液の循環とかできるし、これはね人間の体っていうのは炭素とかさリンとか硫黄でできてる生物だからそうだけど、もっと上の重金属でできてる生物が、カリフォルニアで発見されたりとかしてる以上はこれはたまりませんね。こういうのはね、生物が人間型のみんな、またはね地球型の生物とは限りません。生物にもいろんなものがあると思うし、多様性があります。だからこの原子がね今110とかなんか見つかってるけど、この中の範疇でいろんなパズルができるんです。だから、まあ変な話ですけど宇宙生命とかそういう話をした時に、あこんな話をね軽はずみに丸呑みしてもしょうがないし、どちらかというと、当てはまらない方に近い話だと思って、楽しく聞かせていただきました。これが本音ですね。はい、そんなわけで、今回ちょっと難しめかもしれませんけど、なるべくそういう生命ね、私の大好きな話題ですけど、そういう生命というそれに問題を、直視した形でいろいろ語ってました。それよくエンケラドスの面白いよね。あの確かに間欠泉みたいな温泉が水として吹き出てると、あんな遠くでね、氷点下どころじゃないのにそこは氷点下以上でしょ。で実際木星もあれだけ質量があるから
本当はもっとあったかいってことでしょうかね。さあ、それではまた来週どんな話になるか分かりませんが、お会いしましょう。星空の正体と言ったさよなら。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。